千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックのドクターの林です。今回は虫歯治療の順番とはについてお答えいたします。虫歯治療の順番になっていくんですけども、まず象牙質と呼ばれるところまで虫歯が進んでいる場合は、その時は麻酔が必要になっていきます。しかし象牙質ではなくエナメル質と呼ばれているところまでの虫歯の場合に関しては麻酔は必要ありません。その時は虫歯を取り除き、そこに CR と呼ばれる材料を詰めていきます。先ほどの話に戻るんですけども、象牙質と呼ばれているところまで虫歯がいっている場合に関しては繰り返しになりますが、麻酔をし、その後虫歯を取り除いていきます。虫歯の幅や大きさに関係してくるんですけども、小さいもの、そして幅が狭いものに関しては CR と呼ばれる材料を詰めていきます。幅が大きく虫歯が大きい場合に関しては、この時は CR と呼ばれる材料を詰めていったとしてもすごく割りやすい可能性があります。この時はかぶせ物という治療になっていきます。このように大きさであったり幅であったり、いろいろな場合に関して虫歯治療の順番が変わってくることもあります。虫歯治療の順番に関してわからないことがあれば、どんどん質問してください。当院の詳細は下の説明文よりホームページをご覧ください。